伝えられてよかったです。本当に、今年のまあ10月ぐらいからまたこうやってライブができるようになって、まだまだどうなるかわからないんですけども、でも人の前で本当に近い距離でなんか聴いてくれる人の前で歌えるっていうのは本当に幸せなことだなっていうか、僕はやっぱり目の前で聴いてくださってる人がいて、その人とのこうバイブレーションとか呼吸とか同じこう一つの空間で空気を吸い合って、そしてそれで何かがこう生まれるみたいな、そういう場所で歌うっていうのが大好きなので、っていうかまあ僕にとって歌うっていうことはそういうことなので、それがもう1年半ぐらいずっとできなくて本当に辛い思いをしていて、そしてみんなは別の方法で配信でやろうとか、そういう人前で歌わなくてもいろんなやり方ができるっていうことでみんな模索していろんなことをやる人もいたんですけど、僕の場合はやっぱりまあライブっていうか人の前で歌うことが自分にとっては表現することだなみたいにやっぱり改めて思ったりして、そしてようやくもしかしてまたちょっとずつ歌えるようになっていくのかもしれないけど、でも どうなるか分からなくて、なんかもうこの1年半でちょっと歌えるよっていう風な感じでライブをやったらすぐにまたダメになったりして、またやれる、あでもダメだっていうことで、それで何度か繰り返しになった時は結構もう自分の中で気持ちがめげてしまったんですけども、このままね、なんかあんま無理してやることなく、でもみんなで集まれる場が増えていけばいいなと思って、そしてまあずっと歌えない時にいろいろ僕なりにいろんな人の音楽を聴いたりとか本を読んだりとか、いろんなまあこういう時こそなんかいろんなことを吸収しようなんて思っていて、そして、まあ、YouTube でもいろんな世界中の人たちの音楽を聴いたりもしていたんですけども、そうするとたまたまなんかチリの若いミュージシャンたちが集まって、1970年代の初めに軍事クーデターで殺されてしまったビクトル・ハラっていう人の、もうそのチリのもう本当にみんながリスペクトしているフォークシンガーですけども、そのビクトル・ハラの一番有名な曲で平和に生きる権利っていうのを今の若いチリのミュージシャンたちがみんなでそれを取り上げて歌っていて、まあ大昔にあった We are the world みたいな感じでこういろんな人が一節ずつ歌っていく、そういうビデオがあって、でもちろんチリの若いミュージシャンとか僕は ほとんど知らなくて、その誰がどういう活動してるのかっていうのもよくわからないんですけども、でもその今の20代とかの若いチリのミュージシャンがそのビクトル・ハラのそのもう歴史的な名曲を取り上げて歌うときに自分たちのものにして、そして自分たちのアレンジでそれこそラップで歌ったりとかヒップホップの感じで歌ったりとか、もうすごく自分たちのものにしていて、それがなんかすごくいいなと思って、でこの歌は日本でももちろんいろんな場所で運動の中でも歌われていて、日本語の歌詞ももう決まったものがあってみんながそれを歌ってるんですけども、なんかそのチリ の YouTube の映像を見た時になんか自分の歌詞で歌いたいなっていう、今歌われてる歌詞が良くないっていう意味では全然なくて、なんか自分なりになんか自分の詩を作りたいなと思って、そのビクトル・ハラの言葉を元にして、そして自分の思いも込めて、そのコロナで歌えなかったその時期の中で作った歌の中の一つで、作ったというか訳詞をつけた作った、歌で、今日最後にビクトル・ハラの平和に生きる権利を新しく日本語にしたのを、歌いたいと思います。今日は本当にありがとうございます。なんか終わってからも少しそうですね、お時間あるなんか残ってみんなと喋ったりできるそうなので、今日は本当ありがとうございました。
界を超えて枯れたまま平和